こんにちは。メンズファッションの専門家、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、最近僕が GU で買ったアイテムをご紹介したいと思います。去年まではあまり GU で買い物したりですとか、頻繁に見ることってなかったんですが、本格的に YouTube を始めてから、結構 GU にも実際に足を運んでみたり、Web もですね、定期的にチェックをしてるんですね。そうすると、これはなかなか良さそうだなという商品に出会う機会が結構増えたんですね。まあ、GU というのはユニクロの兄弟ブランドなんですが、それぞれ特徴がまた大きく変わってくるんですね。かつては GU もユニクロの廉価版みたいなことを言われていましたが、今ではですね、ユニクロは結構定番的なもの、ベーシックなアイテムが得意で、 GU に関してはもちろんユニクロと同じようにベーシックなアイテムもあったりするんですが、それよりもですね、トレンド的なアイテムが結構強いような印象があります。そんな GU の中で今回僕がこれはかなりいいぞと思った商品がありまして、それを今回は実際に持ってきたのでレビューをしてみたいと思っています。それがですね、こちらですね。はい、商品名がですね、ドライダブルポケットオープンカラーシャツ括弧ゴブ丈というものになっています。これはですね、ウェブで見つけて思わずその場でポチってしまいましたね。すごく雰囲気がいいなと思います。何度かですね、僕の動画の中でも解説しているかなと思うんですが、今年僕はですね、シャツアウターというジャンルに結構ドハマりしていまして、どういうものなのかというと、シャツではあるんですけど少し地厚になっていまして、T シャツの上とかに軽く羽織るだけで着こなしが完成してしまうようなアイテムなんですね。そのジャンルに結構今年はハマって、これまでに3枚ほど購入したんですが、こちらはですね、その半袖バージョンなんですね。しかもですね、襟元がオープンカラーになっていまして、第一ボタンがない作りになってるんですね。ですので夏場でもですね、気軽に羽織りやすいアイテムかなというふうに思っています。何が一番気に入ったのかというと、この色が僕はめちゃくちゃ気に入ったんですね。このシャツに関しては4色展開になっていまして、ブラック、ネイビー、このあたりは鉄板で合わせやすいかなと思うんですが、あとはオリーブですとかこのベージュがあるわけですね。正直どれもいいんですが、中でもこのベージュの色合いにですね、僕は結構惚れ込んでしまいました。ベージュって結構合わせるのが難しい色なんですよね。一口にベージュといっても結構幅が広いので、黄みがかったベージュからこのようにですね、ちょっとグレーがかったベージュまであるんですが、僕はですね、こういったちょっとスモーキーな雰囲気のあるベージュが大好きなんですね。なんか甘すぎないというか、カジュアルになりすぎないようなベージュの感じ、すごく色合いが気に入りました。こういった半袖シャツを着るのは基本的に春夏になるので、こういったもので黒ですとかネイビーを選ぶ場合は結構全身が重たいトーンになりがちなので、こういったベージュを差し込むことで着こなしに明るさを取り込むことができるかなと思っています。そしてデザインなんですが、一応オープンカラーシャツになってるんですけど、通常のオープンカラーシャツに関してはこのようなポケットはあんまりついてないことが多いんですね。先日ユニクロのオープンカラーシャツも買いましたが、そちらはもうちょっとベーシックな作りになっています。こちらのオープンカラーシャツに関しては、最近ちょっとトレンドになっているちょっと大ぶりなポケットが両胸についていて、これが着こなしの良いアクセントになるかなと思っています。サイズ感もですね、最初から少しゆったりめになっているので、今回僕は S を買いましたが、 S サイズでも決してタイトではなく、今っぽい緩めのサイズ感が気軽に実現できるのがすごくいいところかなと思っています。なかなかこの状態だと本来の良さというのが伝わりにくいので、この後実際に僕が着ながらですね、解説をしたいなと思うんですが、僕たち30代40代の男性でも結構似合いやすいアイテムかなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。個人的にはですね、結構気に入ってるアイテムですね。今季ですね、GU で買ったものの中でも一番気に入ってると言ってもですね、言い過ぎじゃないかなと思っています。もう着た瞬間にわかるんですね、これはもう間違いなく傑作だなというふうに感じました。このようなちょっとトレンド的なアイテムというのはユニクロにはそんなに多くないんですね。ユニクロでもし展開するとしたら、ユニクロ U ですとか JW アンダーソンで少しですね、今っぽいトレンドアイテムを扱うんですけども、ユニクロ U よりは尖ってはいないんですが、通常のユニクロよりもですね、今っぽくてトレンド感が溢れるのが GU のアイテムかなと思っています。その点ですね、僕たち30代40代でも GU の中でしっかりと選べばですね、結構使い勝手のいいものが見つかりやすいかなと思っています。
まあ、先ほどもお伝えしましたが、やっぱり色味がいいですよね。まあ、ベージュなんですけど、ちょっとグレー味がかった、まあ、グレージュという色に近いような色合いで、結構上品な仕上がりかなと思っています。結構ベージュって難しくて、特に安い価格帯になると、なかなか素敵なベージュに出会うことってないんですよね。ネイビーとかブラックのような濃い色であれば、ある程度はごまかしが効くんですけど、ベージュですとかオリーブ系のような色というのは、結構色調が広いので、その中で安っぽく見えたりするものもあれば、結構高見えするものがあるんですが、これはですね、なかなか上品にできていて、高見えする商品なのかなと思っています。まあ、この大ぶりのポケットもね、すごくアクセントとして効いてるかなと思いますし、袖もですね、5分丈になっていて、少しゆったりめのサイズ感になっていますね。これで S サイズなんですね。ユニクロだと、今季はあえてワンサイズ上げて買うということも多かったんですが、GU に関しては、最初からビッグシルエットに寄せてあるものが多いので、割と普段自分が選んでるサイズ感を選んで、間違いがないのかなと思っています。まあ、コーディネートに関してなんですが、このベージュのシャツの下には白 T を着ています。まあ、上半身をですね、明るめの色で合わせるのが、まずは鉄板かなと思います。一方で、下半身は色を引き締めた方がバランスが取りやすいかなと思います。一応ですね、この GU のシャツというのはセットアップで上下で組み合わせもできるんですが、なかなか僕たち30代、40代の男性にはハードルが高いかなと思いますので、上半身で色を明るくして、ボトムスで色を引き締める。これがバランスがいいかなと思っています。まあ、パンツのシルエットも細めのものを選ぶことで、Y シルエットを作ってあげると、よりバランスが整い、安いかなと思っています。まあ、靴に関してはブラック系でも問題はないんですが、まあ、ボトムスの色が濃いので靴まで黒だとちょっと重たい感じがするので、今回はホワイトレザースニーカーを合わせています。まあ、これ以外にもですね、テバのサンダルですとかビルケンシュトックのアリゾナを合わせるのも良いかなと思っています。まあ、サンダルだと肌が見える分量が多いので、ブラック系でもですね、そんなに重たすぎないので、ぜひ合わせていただきたいなと思っています。まあ、夏場にですね、僕たち大人の男性だと T シャツ1枚だとどうしてもですね、ちょっとこう大人っぽさというところが表現しにくいかなと思うんですね。その点、このようなオープンカラーシャツだと一応ですね、襟がついているので、半袖シャツでもですね、 T シャツ1枚よりは大人っぽく見えやすいかなと思っています。1枚あるとですね、めちゃくちゃ使えるかなと思いますので、ぜひこちらの動画を見た方はですね、 GU のサイトチェックをしていただきたいなと思っています。僕もですね、この春夏、この GU のオープンカラーシャツをめちゃくちゃ使うかなと思いますね。こんなに気に入ったアイテムというのはなかなか見つかるものではないかなと思っています。高いものであればデザイン性のいいものはそれなりにあるんですが、この GU の2000円という価格でここまで満足できるものってそう見つからないかなと思っています。高くて美味しいは当たり前ですけど、安くてうまいというのはやっぱり満足度が高いなということを改めて感じました。ぜひ皆さんもですね、こちらのシャツ体験していただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。